こんばんは、長谷俊です。どうですか、久しぶりに出てきましたバービック1707ですね。自分の愛靴です。この子を久々にメンテしてあげようかなっていう風に思ったので、はい、この子もちょっとメンテナンスがご無沙汰なんですよ。早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、超久々だな、この子磨くの。腕が鳴りますね。この子を前に磨いた、磨いたっていうとちょっとあれなんですけど、動画に出すのはおそらく、1000日後の異変っていうタイトルでね、サムネでね、はい、動画撮ったと思うんですけど、あれから10ヶ月経ったんですよね。この子は、元がグレーのカラーリングなんですけど、全然グレーに見えないでしょ。はい、最近この子にハマっているバーガンディ仕上げっていうのをやっているんで、はい、ちょっとね、メンテナンスしながら、ちょっと整えてね、いきたいと思います。今ちょっと、前回施した、鏡面をちょっとね、剥がすところから、やっていきたいなと、思います。はい。自分の持ってるね、革靴の中で、ダントツに磨きやすい子なので、結構磨いてて楽しいんですよ。表情もね、すごく変わるのが、元はグレーっていうのもあるんですけど、結構激しいので、磨いてて楽しいですね。やっぱりバーガンディなんですよね。あんまりわかんないでしょ。はい、この子のね、カタログスペックをちょっと話しましょうか。はい、バービック1707、3577のグレーですね。内バネストレートチップのボックスカーフを使われていますね。パンチドキャップ2のダイナイトソールです。前回の1100日後の異変から10ヶ月経って1400日っていう風なね結構経ちましたよねっていう風な話なんですけど、よく履いてますよ、あの頃から。あの頃、インソール中敷きがものすごい硬くなった。へこんだっていうか、すごい薄いんですよね、今中身が。薄くて、ちょっと履いてて、疲れてしまうから、いっそのこと、ソール交換しちゃおうかみたいな、そういう風な話が出ていたと思うんですけど、はい、ちょっと相変わらずなんですけど、直しに持っていく時間もちょっとなくて、はい。どうせこのままだったら、ね、行けるところまで行こうと思いまして。はい、ちょっとね、今、頑張っております。まあ、長時間履くことが、去年からなくなったので、あんまり気にならないんですよね、正直言うと。はい、バーガンディで。バーガンディで仕上げていきたいと思います。よく吸うな。
いやー、楽しいですね。無心になれる時間ってあるのいいですよね、本当に。こうやって見るといかに油分水分が抜けていたのかっていうのがよくわかりますよね。完全に油分抜けてカラッカラでしたよね。いやー、もうこれでいいくらいだもん、メンテナンス。最高ですね。バーガンディのマックスで仕上げていきますね。なんか自分は嫌なことがあった時とか、あとはなんて言ったんですかね、考え事したりとかする時は靴磨きしますね。なんかあれと同じなんですよね。あの、心を整える方法の一つに靴磨きがある。例えば人によっては、こう、本読んだり、映画見たり、スポーツしたり、音楽聴いたり、あと何でしょう、こう、最近言う、こう、マインドフルネスみたいな。いろいろあるじゃないですか。自分はその他のうちの一つが靴磨きで。美しく整っていく様子をこう見ていくと考えがまとまっていくみたいな、そんな感じだったりするんですよ。皆さんはそういうのあったりしますか？もしよかったら今一緒にこう動画を見ながら靴磨きしませんか？今までいろんな趣味にハマってはやめ、ハマってはやめってきたんですけど、靴磨きだけはなんか続けちゃうんですよね。なんかこう靴磨きっていうのがそもそも好きっていう、こう物を革靴を光らせるっていうのが好きっていうのもあるんですけど、多分こう革靴っていうのが自分にとっての武器っていうか、ここぞという時に一緒にいてくれる相棒みたいな、なんかそんな感じがするんですよね。そんな感じがするっていうか、そういう感じでちょっと扱ってるっていうか、あのショート動画でこういうのを出したんですけど、相棒、女と一緒さ、相性ってやつがあるんだ。俺はこいつと離れられないし、こいつも俺と離れられない。ただ女と違うところは俺を裏切らないってこと。なんかまさしくこれで、こう自分のこう離れられない相棒みたいな、そんな感じのイメージが合ってるのかな。靴磨きっていう行為っていうのは、そのこう自分にとっての武器のメンテナンスの時間みたいな。あの、自分の好きなアニメが、一番好きなアニメがあのルパン三世なんですけど、で、好きなキャラは次元大輔なんですよね。そう、次元大輔で、で、なんだっけかな、自分もこれ友人から聞いた話なんですけど、その次元大輔の愛用をしている357マグナムってあるじゃないですか。あの357マグナムっていうのは、こう相棒としてこう40年以上一緒にいるんだみたいな。40年みたいな。まあ、アニメの中の話ですけど、それでもこう、やっぱり40年っていう歳月を一緒にいるっていうくらいだから、ノーメンテで一緒にいられるはず、ね、ないじゃないですかね。それと、同じだと思うんですよ。
はい。なんか今話してて思い出したんですけど、よくよく考えると変わってますかね。こう自分がこうよく YouTube 見るんですけど、見るこう YouTube の動画って車のメンテナンス動画とか、あとこう刀の研ぎとか、ピストルとか銃のこうバラして組み立てるみたいな、そういう動画結構見るんですよね。なんか今ふと思い出したんですけど、刀とか銃とか、なんだろう、車とか、すごい興味があるかって言われたら、それ自体に興味は正直さほどないんですけど。ちょっと失礼だな。はい。さほどないんですけど、でも、こうメンテナンスをするっていう行為に、なんか、惚れ惚れしちゃうっていうか、一番最初のちょっと汚いところから、ピカピカに、こう、蘇っていくみたいな、靴磨きと同じじゃないですか？なんでだろう、物を大切に使っているっていうことに、違いはないからかな。って、今、思いました。はい。そろそろ仕上げになります。よし、できたかな。はい、完成でございますと。このね、バーウィック1707、3577とも 3.8 年くらい経ったのかな。すごい刻んでますけど、はい、3.8 年くらい経ったんですよね。もう4年ですよ、4年。こんなに長く履くとは思わなかったし、まだまだ履けるしね。あとは、なんでしょう、壊れる兆しみたいなのも、ソール以外はあんまりね、まあソールもどちらかというと壊れたっていううちに入るのかなと思うし、あとは、まあ、小傷がね、ついてるんですけど、例えばこういうところとか、ね、こういうところとか見えますかね、こういうところだけど、これも味じゃないですか。整いました。このような感じになっております。これバーガンディに見えるのかな。はいね、こんな感じになるんですよ。はい、はい、メンテナンス完了でございます。まだまだ履きますよ。まだまだ履きます。履くし、どうでしょう、4年経ってみてなんですけど、こういうところとか履きじわをこんな感じで見てもわかりますかね。いわゆるこう、いわゆるひび割れみたいなのが入る兆しも見えない。見えないですよね。ぶつけて削ったりとかしてますけど、それはまた別じゃないですか。かかとの方も何にも問題ないです。何も問題ありません。いいシワ入ってんなくらいですね。こちらの方もほら、ひび割れは何も起こしておりません。定期的にメンテナンスしてるっていうのもあるし、履いた後は休ませる、定期的に休ませるっていうのも、まあしてるからかな。で、改めて思いました。はい。今後ともね、このバーウィック1707とは長く付き合って、あ、逆だ。バーウィック1707とはね、長く付き合っていこうと思っているので、はい。この子はとは長く付き合っていく予定ではあるんですけど、一応、まあ本当に、またね、時間があるタイミングで、本当にその、ソール、インソールかな、中敷きじゃないですけど、この中の方の、修理かな、修理と、あとは、ここですかね、トップリフトのところがちょっと削れてきたので、まだ全然致命的ではないんですけど、それでもちょっと、交換を考えていきたいなって思っているし、あとね、なんだろう、
自分なんですけど、個人的に自分ダイナイトソウルがあんまり好きじゃないんですよ。あんまり好きではないんですよ。なのでもしかしたらオールソウルしちゃうみたいな、レザーソウルにしちゃう、どうでしょう。はい、コメント欄でレザーソウルにしろっていうあれがあったらしようかな。ちょっと考えておこうと思います。はい、以上になります。今日は磨きだけになってしまったんですけども、はい、こんな感じで締めたいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今後ともバーウィック1707よろしくお願いいたします。はい、ではバイバイ。